支援の動画に行きたいんですけれど、すいません、ちょっとだけ喋らせてください。結果から言うと引き分けだったんですけれども、どう見てもね、小熊さんは勝ってます。ひどい判定っていう話題になると、この試合の名前がよく出てくるんですけども、私この試合初めて見たんですけれど、試合見る前は、まあ許容範囲内で引き分けなんだろうぐらいに思ってたんですけど、こんなにひどいのっていうのが正直な感想です。ご覧いただければと思います。実況は杉浦さんで、解説は海老原さんです。はい、お願いします。一番大事なことは、もう世界の一流チャンピオンになっても恥ずかしくないテクニック、パンチ力は持ってんだ。いわゆる今までのように中途半端な消極的なタイトル戦をしないでほしい。そのあたりの踏ん切りがついてるかどうかだと、そういう見方も一方で強く流れております。ゴンザレスの動きどうですか？ノックゴンザレス、強いパンチでした。ちょっとゴンザレス、しかしゴンザレスよく相手を見てますね。見てますね。打ち合いになりました。お互いにフックを引っ掛けました。そしてパッと距離を取って低い姿勢で左のストレート、ボディ、小熊昇治。大場に挑戦したことを言っておりましたゴンザレス。また小熊が距離を詰めました。小熊が詰めた。ゴンザレスをコーナーに捉えた。右へ軽くサイドステップいたしました。ゴンザレス、こういう位置に合わせるように自分もその右のリードボード、あるいはフォローする右のストレート、ゴンザレスパンチを出しております。さあ小熊、ボディを叩いた。第2ラウンドのリング上、どうやらゴンザレスが乗りません。距離を詰めた小熊、さあまたロープを背負いましたゴンザレス。しかし綺麗に出るロープ、しかし左手が当たった。アウトロックスが小熊の非常に速いパンチ、非常に速いパンチ、連打でゴンザレスを捉えます。そしてまた右のストレート、ゴンザレスを捉えました。これで小熊痛まないですね。そうですね。顔面が小熊のパンチを浴びまして早くも赤く紅潮しております。小熊が今日は非常に下から上と綺麗に打ち分けてますね。そうですね、はい、この人はいいみたいですね。挑戦者だけに積極的に勝負を仕掛けなければチャンピオンベルトを獲得することはない。ゴンザレスの足はほとんどベタ足、しかし小熊に言わせますとそれだけに楽曲を感じるということを言っておりました。また左のストレート、ボディ、ゴンザレスが逃げろというところ、ゴンザレスのスピードがこのゴンザレスをスウェーデンマックさせません。いいストレートです。ゴンザレス、惜しい、左のストレート流したゴンザレス、その後すぐに攻撃いたします。ゴンザレス、いいですね、なんかね、ここでちょっと行ってみたいですね。左の小さいフック、ゴンザレスが決めました。もう一人しかないですね、攻撃。そうですか。小熊も、まあ、右が怖い、左がそれほど大したことのないパンチ、そういう印象を話しておりました。あっと、パスの思い切ったパンチ、ゴンザレス、右ロック、今度は右のストレート、ショートストレート、これが新聞社の指摘する怖いパンチ、ゴンザレス、小熊が距離を詰めます。レッキングレフリーのブレイク。ゴンザレスはカウンターでやってますね。だからそれを読んでね、ゴンザレスは読んでやらないとね、真正面に立たないんです。なかなか鋭い動きしてますからね。はい、この時どうぞ。はい、青コーナーの木村会長のコメントでした。おーっと、ゴンザレス抜けの感じ、ゴンザレス攻めを決めた。さっと体勢を入れ替えました。チャンピオンのベトリオ・ゴンザレス、以前の小さい熊で小熊と挑んでおりましたが、昨年大きな熊と書いて呼び方は同じ小熊。また仕掛けます、仕掛けます、仕掛けます、小熊ちょっと惜しいところでしたね。攻撃を完成されましたね、ゴンザレスに。しかしこの第4ラウンド非常に積極的にいい攻撃、そして綺麗なパンチ、ビューティフルパンチをチャンピオンのゴンザレスとボディに顔面に持っていきます。挑戦者の小熊昇治、ゴンザレスを襲うシーンが見られます。また右のリードパンチから左、今度は左、右のストレート、ゴンザレス
スは杖で相手のパンチを外すだけに。接近戦、最後大きなクロック、小さなパロリ。ミロショットステート、顎を狙いました。次を持ったです。ゴンザレスが最後、オグマが詰めます。接近戦に持ち込んだ。接近戦に持ち込んだ。オグマのロックを下ろします。
しい打ち合いを見せました。
りが中盤に近づいてラストラウンド、今1分を回りました。残すところ2分、待ってくださいよ。入りましたゴンザレス、しかし今から入れます。体勢を入れ替えました。体勢が入れ替わります。終了してレフリー、そしてジャッジがクリーンな採点をするとすれば、日本の小倉昌司、再び世界タイトルの夢が大きく膨らんでまいります。小さい右のキック、ちょっと撫でるように連打で見せました。チャンピオンのゴンザレス、その世界タイトルのお客様としては、早くこのラクラウンドの3分が過ぎてしまえ、過ぎてしまえ、そういった感じです。その審判構成団、チャンピオンのはい、ご覧の試合内容でなんと引き分けです。本当にびっくりです。これ別に小熊さんのいいところだけでもね、切り取ってつないだわけじゃなくって、3分間の中でより大きな変化を起こした方、アクションを起こした方をピックアップしてつなげたらこういう動画になったんですね。でこれ先に採点言いますけれど、日本の牧村、149対146で小熊さん、ベネズエラのセリス147対143でゴンサレス。これもどうなのかなと思いますけどね。まあでも、自分の国の選手、特にベネズエラの選手を、勝ちにするっていうのはよくあることで、これ1月29日でしたけれど、1月の7日に、具志堅さんがほぼ完璧なボクシングで丸カノを倒した試合ありましたね。あの試合も倒せるまでは、ベネズエラのジャッジは、丸カノの勝ちっていうふうに採点してるんですね。でそういうことをやるので、まあ、このゴンサレス戦でもゴンサレスの勝ちにつけるのは、まあまあやるだろうなっていう感じはするんですけど、最後アメリカのマーチン・デンキン、145対145でドロー。いや、これはないでしょう。ちょっとびっくりですね、本当に。で、これ専門誌の最初のところに書いてあるんですけれど、レフリーは中立だったのかっていうふうに書いてあるんですね。で、この中では、そう、これ試合内容としては、3審判が一致して、どちらかにポイントを与えたり、引き分けとしたラウンドは一つもないのであるって書いてあるんですよ。で、要は、採点が難しい試合だったよっていうようなことを書きたいのかもしれないんですけど、特にそんな感じもしなかったのなっていうふうに思ってます。で、主審はゴンザレス・ビーキと言われたが、マネージャーとトランプ遊びをしている姿を見せられては、なるほどと思うしかなかったって書いてますね。こういうの本当困るなと思います。はい。はい。で、ちなみになんですけど、この引き分けにした電気のレフリーですね。日本に70年代にどれぐらい試合をさばいたのかなっていうのも、この試合までちょっと見てみたんですけれど、一番最初に日本で、レフリーをやったのが、77年の、具志堅さんと、丸カノの一番最初の試合ですね。この時にレフリーをしてまして、この時は、70対69。1点差で具志堅さんの勝ちにしてるんですね。あの試合1点差もどうなのっていう試合だったと思うんですけど、でもこの人はそういう採点をしてるんですね。で、2回目は、本数班と笠原優さんの試合を、レフリーで、として来てますね。で、78年に、工藤さんとエディ・ガソ。この時も、レフリーとして採点してますね。この時は146対143で工藤さんの勝ちにしてますね。で、その次が、ベツリオと、小熊さんの試合ですね。で、これを引き分けにしてますね。ちなみになんですけど、ピントールと村田さんで引き分けになったじゃないですか。あの時のレフリーも、デンキンさんで、この人の採点は、144対144で引き分けっていう採点をしてますね。なるほどっていう。
なかなか厳しいかなっていう感じもしました。専門誌の内容をちょっと見ていこうと思います。不運のドロー判定になったオグマって書いてますね。レフリー蹴られるって書いてますね。15ラウンド終了ゴングが鳴り響いたところで、記者は迂闊なことにこんな風に記憶を蘇らせていたと。現役の日本人世界チャンピオンが3人になったなんていつ以来のことだろうと。今、具志堅さんと工藤さんがいますけどね。確か前にオグマがチャンピオンだった頃は4人もいたことがあったから、あの後というと、点々点と。会場のほとんどの感染者と同じようにオグマの勝利を信じていたから、その直後に電気レフリーがドローを制した時にはみんなと一緒にええと言ってしまったものだと。まあそうでしょうね。確かにそう思います。判定の後のリング上は大混乱だったと。オグマ側の関係者たちは血相を変えて、レフリーやコミッション役員に抗議、客席からプログラムを投げ込むファンもいたと。オグマが勝って4年前の両者の対戦でも判定でも見たと。で、その時に、ゴンサレスがトロフィー蹴りましたよね。なんですけど、今度は、レフリーが蹴られたって書いてますね。エキサイトした鉢巻き姿のオグマのファンが、突如リング内に入り込み、両選手の手を挙げていた電気レフリーの腰のあたりに飛び蹴りの一撃、たちまち関係者たちに制止されて引きずりを恐れたって書いてますね。これ、ちょっと話それますけど、この試合、試合じゃない、写真だ。これ韓国でね、やった試合なんですけど、韓国のチョン選手が、リカルド・カルドナですね。瀬川さんとやる前のカルドナなんですけど、と試合を韓国でやって、で、まあカルドナが勝ったんですけれど、その反対に怒って、チョンは座り込んで、で、ファンは物を投げて、で、セコンドたちは物が降ってくるんで、椅子でそれをこう避けるっていう、そういう写真なんですけど、もしこの、オグマさんとゴンサレスの試合が、まあ、オグマさんは韓国人だとして、韓国でやったとしたら、まあ、こんなもんじゃ済まないんだろうなっていう気がしますね。レフリーなんてなんか知らないうちに消されちゃうんじゃないかなっていう、そういう気がしますね。で、試合前ですね。予想はゴンサレス有利に大きく傾いていたって書いてますね。で、スパーリングを見た関係者たちも、前よりも迫力が増し、たくましくなった、と幾度に感想を述べていた。って書いてますね。で、試合が始まりました。果敢に打って出たのはオグマだったと。そうですね。この夜は見違えるほど積極的に前に出た。左右ストレートをボディに送り、いきなり左を顔面に決めてゴンザレスに肉薄。ロープにチャンピオンを詰めると左右連打すると。これが最後のチャンスという意識も強かったのだろう。自分を駆り立てるように前進した。そうですね。まあ確かにそのとおりです。一方のゴンザレスは、右一本ですね。徹底してこれに頼ったと。そう、確かにそうでしたね。で、これだ。14ラウンド。14ラウンドには幻のダウンもって書いてますね。これは左右を受けた後、オグマの足にしがみついて、両者一緒にキャンバスに崩れ落ちたものだ。電気中心はスリープダウンと判定したが、オグマは完全にノックダウンです。あれを取ってくれたら、と悔しがっていた。木村会長も14回終了と同時に、デンキン主審のところに抗議に行ったが受け入れられなかったって書いてますね。なんですけど、あれはダウンじゃないんじゃないのっていう気は自分がしてますね。試合は大きな山場こそなかったものの、オグマの積極戦法で大いに白熱したと。そうですね。血まみれになりながらも、ひるまずに打っていく姿には、王座奪還の執念がありありと伺えたと。ゴンサレスは、全盛時のボクシングがすっかり影を潜め、右一本に頼る攻めは無策とさえ見えた。そうですね、そう思います。で、試合後ですね、引き分けとはいえ、オグマは敗者のように打ちひしがれていたと。作戦通りに戦って勝ったと思ったのに、タイトルを取れなかったのだからと。負けだと言われたのと同じと。まあそうですね。引き分け、そうですね。負けよりも悔しいでしょうね。なんかもう月に見放されたような感じで、と言ってると。まあそんな感じもしますね。ただこれ、再戦をするように働きかけていて、4月下旬か5月初旬にもリターンマッチを、挑むことが決まったって書いてますね。で、木村会長は、ゴンサレスはこれからどんどん衰えていくんだから、今日以上に強いことはないと。これに対してオグマはご覧のように今はピークと。きっとこの敵を取りますよと。判定の怒りを抑えながらこう語っていたって言ってますね。いやー、ちょっとひどいですね。
で、ゴンサレスの話って載ってます。向こうはどう思っていたのか。私は勝ったと思っていると。不満足だがどうしようもないと。たくさんの世界タイトルマッチを見てきた記者の皆さんなら、2人の受けたダメージからしてどっちが勝ったかお分かりになるでしょう。そう、これね、小熊さん、パンチの受け方が悪いっていうか、結構ね、傷を作ってるんですね。小熊は3回あたりから右頬に赤紫色のあざを作り、5回には左眉を切って激しく出血。さらに終盤に入ってから鼻血にも苦しみ、鼻の付け根も痛めていた。腫れ上がり、傷だらけの顔は見るからに、凄惨だったって書いてますね。そうなんだけど、でも、まあ、小熊さんの勝ちだと思いますね。だからなんだっていう感じしますけど。はい。小熊が望むならいつでもリターンマッチに応じると。それがビジネスだからね、ということを言ってると。今日の小熊はいいボクシングではなかった。バッティングでプッシングをされた。いやいや、これサウスポーと右の対戦だともうよくありがちなんで、これはしょうがないと思いますね。レアルマネージャーの話、判定は正当だったと思う。小熊は勝ったって。明日もう一度戦うことになったとしたら、別例は応じられるが、小熊はできっこないだろうって言ってますね。いやー、これどうなんだ？本当になんか、これちなみにね、この専門誌の採点は147対144で小熊さんの勝ちですね。で、採点って言えばですね、これ前の動画でご紹介しましたけれど、ファンが採点できるサイトがあるんですね。で、そこ見たら、このね、ゴンサレスと小熊さんとの試合も採点してる人がいるんですよ。で、それ見ると、俺の採点では144対141で小熊の勝ちだぜってこういう採点になってるんですね。なんで、この辺も本当に妥当なんじゃないかなっていう気がしますね。ちょっとね、あんまありえないですわ。まあ、びっくりです。言葉がなかなかね、出てこないんですよ、これ。本当ひどすぎて。ちょっとガゼット座談会はどうだったのか見てみようと思います。はい。はい、ガゼット座談会です。郡司さん、ゴンサレス小熊戦から入りたいと思います。小熊の僅差勝ちと見る人が多いようなんですかと。下村先生、前へ出てれば勝ちと見た人が多いんじゃないかなと。ただ前へ出るのと、スコアしたパンチとでは、まるで違うということを分かってほしいね。僕は勝者で小熊が負けだと思った。小熊さん、負けだと思ったの？下村さん。意外。山口、まあ、ホームタウンデシジョンなら勝ちにしてもおかしくはない。勝ちにしてもおかしくないですか？勝ちでしょうよ。石川、2点小熊を取ったと思うが、やはりそれぐらいの差では挑戦者は勝てない。引き分けの仕方がないですね。そうなんだ。郡司さん、結局はっきり勝たなきゃダメってことですよ。しかし日本での試合的に小熊側は諦められないねと。松永、今、木村会長が再選交渉中で、4月末、宇都宮の線が強いですよと。まあ、それ以降いろいろ書いてあるんですけど、そうなの？これ話ずれますけど、私ね、ボクシングっていうのがあって、あ、これ面白いなって思ったのが80年代なんですよ。だからね、このガゼット座談会っていうのはね、結構むさぼるように飲んでて、だって喋ってる人たちが評論家っていう名前の人たちなんですよ。だからね、もう子供すぎたから、この評論家っていう人たちが言ってることなんだから間違いないな、みたいなことをずっと思ってたんですね。それがまあ中学ぐらいになると、これちょっとおかしいぞとこう思うようになるんですけど、今回のこれはちょっとおかしいでしょう。だって今まではですよ、小熊くんは積極性が足りないねとか、消極的なんだよね、みたいなことを言ってたんですよ、ずっとこれ。なんですけど、今回は積極的に前へ出ていいパンチも何回も決めていたわけですよ。それなのに、僕は勝者で小熊が負けたと思った。いやー、どうなの？前へ出るのと少しでパンチでまるで違うということで分かってほしいね。と。下村先生。ちょっとびっくりですよ、これ。いやー、これちょっとなかなか受け入れられないですね、今回のガジェット座談会は。はい。小熊の実力は、点々点。与太部小熊の王座返り咲きの夢は絶たれた。戦前、これまでの消極的な攻撃を改め、積極的な攻撃に徹することを何度も口にしていた。確かに前半は素晴らしい出来で、左右フックのボディーブローにはスピードがあり、時折繰り出す左ストレートも顔面を捉えていた。前半は小熊のリードで進み、中盤から後半の攻防に期待を持たせてくれた。しかし、長い間についた癖はどうしようもなかった。10回以降小熊は手数が少なくなり、弱り切っているゴンサレスに、
一見組まなくても良さそうな右姿勢と再三打たれていた。これまでの世界戦とどこが違うというのだろうか。判定の頼りなさについては、これまで嫌というほど煮えを飲まされてきた小熊自身が一番よく知っていただろうに、カントで45ラウンド、ロペスと15ラウンド、そしてゴンサレスと40ラウンド、これほど右ストレートを浴び続けながらも、ディフェンスに何の工夫も見られない小熊には、たとえ再戦が認められても、王座復帰は遥かなる夢でしかないと思うと。なんでこんな厳しいの、この人。そんなに右食ってなかったと思うんですけどね、どうなんだろう。これ厳しいなと思いました。なんか読んでてね、だんだん気分がめいってきました。この試合なんですけれど、熊さんの積極的なボクシングも目についたんですけども、だからね、それ以上に、ゴンサレスの調子の悪さも結構驚きでした。エスパラス戦の一歩も引かないような鬼気迫るような攻撃とかも特に見られなかったですし、あるいはマルチン・バレガスとやった初防衛戦ですね、あれもすごい打ち合いだったんですけど、結構ね、うまいボクシングをしながら打ち合ってたんですよ、ゴンサレス。なんでそういう打ち合うけど結構うまいみたいなところも全然見せなかったし、とにかく攻めることを全然してないんですよね。受け身に回って回って右を時々出すと、もう本当にそれだけなんですよ。それはそのサウスポーだからやりにくいのか、あるいは冬の日本に来たから調子が悪いのか、ちょっとわからないんですけれど、エスパダスとバルガス戦とは全く別人のようなゴンサレスだったので、本当にこれ意外でしたね。で、これ、ラウンドマストシステム、今の採点方法でもし試合をしてたら、余計小熊さんの勝ちがはっきりしたんじゃないかなっていうふうな感じがします。で、こういう試合で日本の選手が勝てなかったとか、要は引き分けだったのって、ここまではっきりひどいのって、パッとあんまり思いつかないんですよね。ありますかね？中島サパタ1戦目とか、あれはまでもサパタの勝ちじゃないとか思ったので、あれですけど、サパタともり1戦目、あれもまあ、サパタの勝ちでもいいかなって感じもするし、なんだろう、だからね、思いつかないですよ。バスケス・ムグルマ戦とかですかね。あれはムグルマさん勝ったんじゃないかなと思いましたけど、まあとにかくそういう、まあひどい試合だったなっていうのはもう率直な感想ですね。これね、試合見るまでは、またこれコンサートやるんですけど、木村会長よくやるな、勝てないよって思ってた。この試合見てからはね、これやんなきゃダメだなっていうふうにちょっとね、思いました。もう何が何でもこれ再戦しないとダメだというふうに思いました。この当時の、試合を見た方は実際どんな感じだったんですかね、これ見た後。こんなのおかしいよと思ったのか、まあこういう結果もあるよねと思ったのか、ちょっとその辺、実際にご覧になられた方とか、雰囲気を知りたいので、コメントをいただければ嬉しいです。ありがとうございます。